ほら、はい、どうも、こんじゃばんは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週の木曜日3月23日から登場します週刊 FP の予想ということで、今回こちらをやっていきたいと思います。まあ、リーグ戦が終了しましてですね、3月23日の木曜日の週刊 FP もしっかり予想していきたいと思いますけども、とりあえず一旦リーグ戦がこちらで終了して代表ウィークに入りますので、まあ来週はね、おそらく代表の FP が登場するんじゃないかなと思いますので、そちらもかなり楽しみですね。ということで、まず先週の結果からご覧いただきましょう。こちらということで、まあ画像が当たったのがですね、パバールのみということでして、まあもう少し当てたかったなというところなんですけども、まあこの中で言うと、やはりトロサールがね、大当たりだったんじゃないかなと個人的には思っております。ということで、まあ3月23日なんですけども、まずですね、チャンピオンズリーグの可能性もあるということで、来週に関してはチャンピオンズリーグのベスト16が終わりまして、ベスト8出揃ったということで、 CL のね、週刊 FP の予想も先週出しておるんですけども、まあ、チャンピオンズリーグに関しては木曜日の朝に週刊 FP の予想動画を上げさせていただきまして、まあそれからですね、まさかまさかの指名契約で登場ということになりましたので、もしかしたら週刊 FP 来ない可能性もありますけども、まあ来ないんじゃないかなと個人的には思っておりますが、まあ可能性はあるということで、ぜひそちらの模様もね、ご覧いただければと思います。ということで、早速ここから3月23日のリーグ戦の週刊 FP の予想をやっていきましょう。どうぞ。ということで、まずフォワードでですね、記録であったり評価点が高かった選手たちがご覧の通りということになりました。やはりここですね、マルセイユ、アレクシス・サンチェスということで、まあ今シーズン結構好調ですね。まあ今回に関しては2ゴール上げて評価点 9.5、 マンオブザマッチにも輝いたということになっておりますし、ナポリ、オシムヘンですね、まあオシムヘンに関しては2ゴール評価点 9.2 と、マンオブザマッチにも輝いておるということになっておるんですけども、まあ、ナポリのクラブセレクション登場しておりますので、来ないんじゃないかという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、マンチェスターダービーの際にですね、カゼミーロが、まあ、クラブセレクションでも出て週刊 FP でも登場したという過去の例がありますので、全然オシムヘンは可能性ありますんでね、そこら辺は言及しないように、していただければと思いますけども、他で言うとセルティック、ジョータ素晴らしい活躍でした。90分通して素晴らしかったですね。あとはビジャレアル、ピノであったり、ラツヨ、ザッカーニのゴール素晴らしかったですね。まあ巻くようなシュートだったんですけども、素晴らしいゴールを決めていました。まあ何よりローマ相手ということもありまして、ダービーですし、かなり可能性は高いのかなと個人的には予想しております。あとはベンフィカが大勝したということで、5対0の大勝ということで、まあ誰か来るんじゃないかなとは思っておりますけども、まあセンターフォワードゴンサロ・ラモスがマンオブザマッチにも輝いたということになっておりまして、あとはサンプドリア、ガッピアディーニ2ゴール、そしてイサク、まあ今作はどうなのかなという強さなのかなと思いますけど、まあやはり前作までかなり強かった選手ということもありますし、まあ来てほしいなというところですね。ということで、続きましてミッドフィルダー見ていきましょう。やはりミッドフィルダー目を引くのがサカですね。評価点 9.2 ということで、まあサカの1ゴール目、アーセナルとしての2ゴール目素晴らしかったですね。さすがだなというサカらしいゴールだったんじゃないかなと個人的には思いますけども、まあ素晴らしいパフォーマンスでした。で、あとはストンビラー、ドーグラス・ルイスですね。まあここら辺の選手であったり、ダビド・シルバー、ラレアルのダビド・シルバーということで、まあラレアル自体がですね、久保選手の先制ゴールもあったということで、久保選手自体は評価点あまり高くなかったんですけども、まあラレアルから来るのであればダビド・シルバー可能性は高いのかなと思っております。あとはランスのオペンダですね。オペンダに関しては先週登場していますので、本作に関しては週刊 FP2 連続で登場した例はありませんので、まあオペンダに関しては可能性は低いのかなと個人的には思っております。あとはセルタ、カルレスペレスであったり、バルセロナ、エルクラシコが行われましたけども、90分通してというところで見ると、フレンキー・デヨンが来るんじゃないかなと思っておりますが、やはりスーパーサブということで決して来てほしいですね。まあ本当に90何分でした、90分とか91分ぐらいのゴールだったんじゃないかなと思いますが、いや決して素晴らしいゴールでした。まあ、何よりバルデのボールが素晴らしかったですね。ということで、エルクラシコはバルセロナに軍配が上がったということで、勝ち点差12まで広がりましたので、さすがにもうこれラリーガはバルセロナの支柱になったんじゃないかなと個人的には思いますけども、まあ、マドリーニはチャンピオンズリーグの方を頑張ってほしいですね。ということで、続きましてディフェンダーとゴールキーパー見ていきましょう。やはりディフェンダー、まずはですね、レンジャーズのタバーニャということで、1ゴール1アシストを決めております。あとアリール、アレクサンドロであったり、ストラスブール、ニャムシ、サンプドリア、ヌイティンク、ここら辺の選手がかなり可能性は高いなというところで、ゴールキーパーまさかのクルトワがね、フースコだとマウムザマッチに輝いたということになっておりました。まあただですね、マドリー自体が負けていますので、クルトワかなり可能性は低いのかなと思っております。その中でパリサンジェルマン相手に無失点で抑えました。マンダンだということで、まあ何よりパリサンジェルマン相手にクリーンシートですからね、かなり可能性は高いのかなと思っております。ということで、今週の週刊 FP の予想はこちらの11選手とさせていただきました。マルセイユ、アレクシス・サンチェス、ナポリ、オシムヘン、ラツヨ、ザッカーニ、アーセナル、サカ、アストンビラ、ドーグラス・ルイス、レバークーゼン、パラシオス、セルタ、カルレス・ペルス、バルセロナ、ケシエで、ディフェンダー、レンジャーズ、タバーニア、リール、アレクサンドロ、そしてゴールキーパー、レンヌ・マンダンだということで、こちらの11選手の予想とさせていただきたいと思います。
ということで自分で作っている加工がこちらになりますけども、まあ今週に関してはサカであったり、あとはスーパーサブのケシエ、ここら辺の選手がどれだけ能力者上がるかというところが一つ注目な点なのかなと個人的には思っておりますね。ということでここからですね、ナポリのクラブセレクション本日から来ておりますので、このクラブセレクションを引いていきたいと思いますけども、まあ今回の注目の選手はクバラツヘリアですね。クバラツヘリア今回最大レベルが29まで上がるということで、これはちょっと獲得しておきたいなというところで、毎回毎回ねクラブセレクションでもまあクバラツヘリア獲得していますし、あとは顔が悪いねクバラツヘリアも獲得していますんで、まあ個人的な好きな選手ですし、まあこの首茶クバラツヘリアちょっと取っていきたいなというところと、あとはそうですね、ザンボアンギサとかは持ってるんでいいかなというところで、あとはようやく来ましたねロボツカー、まあここら辺の選手個人的にかなり大好きなのでやっぱ来てほしいなというところで、まあ今回のクラブセレクションはロボツカーかクバラツヘリアが来たら個人的には大当たりということで、早速引いていきたいと思います。さあ頼むぞ今回のクラブセレクションは、ということで早速1連目の方引いていきたいと思いますけども、いや今週はちょっとクバラツヘリア一択までありますね。個人的にはそう予想しておりますが、皆さんどうですか。ということで早速1連目になりますけども、いやナポリも本当にまあセリエ A の優勝はまあナポリなんじゃないかなと、もうほとんどナポリで決定でいいんじゃないですかね。ということで星5クバラツヘリア来いよ。まあチャンピオンズリーグもねセリエ A の躍進が続きますし、まあここら辺はねかなり楽しみですよね。セリエ A、まあ、復権してほしいなというところなんですけども、アンギサか、まあザンボアンギサまあ悪くないけど前回の持ってるんでね、ちょっと能力値比較して見ていきたいというところなんですけども、最大レベルはどこまで上がったっけ。アンギサの最大レベルは26か、前回も同じ、あでも前回結構高かったんだよな、確か30代付近だったなという記憶もありますけども、まあまあまあいいでしょう。ということで早速2連目、いや今週はもうクバラツヘリア一択ですね。ということで来いよ。まあクバラツヘリアどうですかね、ナポリ残留するんですかね。まあ来シーズンの移籍先というところがそこら辺めちゃくちゃ気になりますけども、さあということで2連目誰が出ますか。星5、ちょっと待って、やっぱりここら辺忘れるな、全員星、あーメレットか。メレットはね2019ぐらいでめちゃくちゃお世話になったんですよね。あの FP で来てゴールキーパーむっちゃ使ってたんですけど、メレットの使用感が良すぎたんですよね。ただまあ今作はねどうなのかっていうところがありますけど、まあまあまあいやーまあ最後まで残ったが、やっぱり大当たりの選手当てるには最後まで残りますよね。ということでまあ配信者らしく最後に引いていきたいと思いますけども、さあ行きましょうか。ということでまあ毎週毎週ねクラブセレクション週間 FP 若干ね、あまあ週間 FP 先週ちょっと良かったんですけど、クラブセレクションね毎週毎週引き悪いんで、今週はさすがに引いていきたいなというところで、ロボッツカも星5ですね、全員星5ということで、さあということでラスト来ましたよ。さあクバラツヘリア来いよ、左のウィング、さあ来いよということで、まあクバラツヘリアね、いや本当に好きな選手なんですよね個人的には。ということで頼むぞ、星は5だ、さっき確認したのに忘れてるって言ってね、はい、あ、行きましょう。さあ誰が出ますか。22番、いやディロレンツォかな、いやこれマジか、ディロレンツォか。いやまあチャンピオンズリーグでもね素晴らしい活躍でしたし、まあまあまあリーグ戦の方もねいい感じなんですけど、いや今回ディロレンツォか、いやこういうところでクバラツヘリア引けないんだよな。なんか毎週毎週ねクバラツヘリア、毎週毎週じゃねえわ、毎回毎回引けてたんですけど、こういうね最大レベルが高い時に引けないっていうのがこの日本代表ジャパンということで、皆さん覚えておいてくださいね。はい、ということでまあ今週は週間 FP の予想とナポリのクラブセレクションを引いていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあやはり個人的にはサカであったりスパサムのケシエ、ここら辺の選手かなと思っております。あとはアレクシス・サンチェスちょっと使ってみたいですね。はい、ということで本日はここら辺終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では